そ、海域島派遣クリサンセマムへ。私はこの船でオペレーターを担当させていただいているエイミー・クリサンセマムと申します。ここはミッションカウンターといいまして、航路を開く過程で様々なミッションが登録されていきますよ。つまりここで話しかければ仕事が始まるってことでいいんだな。ええ、その通りです。すでに一件の依頼が登録されています。ですが一つ問題が。問題？ええ、そう。このまま移動するなんて目隠しで吊り橋を渡るようなものよ。なんで？ガーッと行っちゃえばいいじゃん。その吊り橋が噛みついてくるから問題なのよ。海域の中を走行するキャラバンには感応レーダーを搭載した船が一隻以上必要なの。近くの海域濃度の感知、荒波の位置特定といった重要な機能を担っているわ。もちろんこの船にもね。裏を返せば感応レーダーがまともに動かなければ我々にとっては死活問題ってことよ。故障でもしてるのか。感応レーダーは名前の通り高い感応能力者がいて初めて運用できる航海士ともいえるゴッドイーターが必要なのよ。でもその肝心の航海士が先の回覧で負傷してしまって適任者がいない状況なんです。航海士か、かっけえな。俺にやらせて。エイミー、認証システムを一時解除して。はい、解除しました。ダメですね。半径2マイルほどでしょうか。索敵範囲が狭すぎますね。かーん。なら俺がやってみよう。ユーゴさんも適性はなさそうですね。全然じゃん。なかなか難しいもんだな。前任者の場合、生まれ持った適性はもちろん特別な訓練を受けた上で半径20マイルを見渡せた。感応能力が高ければいいんだよな。なあイルダ、仮にこの航海士も俺たちが請け負うとしたらロイヤリティの再交渉は可能だよな。ろくでもない仕事に払うお金はないわよ。だそうだ。ほらやってみろ。仕業なの？こいつの感応能力は昔から桁が違うんだ。これで問題解決だな。
新シーケンスに移行します。メインアキュミレーターからのエネルギーフロー確立、対海域核壁第1層および第2層閉鎖開始。感応レーダー、ナビゲーターと接続完了。同調率30、60、100%。オラクル探知システム正常。進路上の海域濃度 0.02ppm、 許容範囲内。対海域核壁閉鎖完了。船体周囲に変色場シールド展開。全システムオールグリーン。クリサンセマム発進できます。もう引き返せないわよ。覚悟はいいわね。ああ、元より引き返すつもりはないんでね。この冒険開始って感じ、テンション上がるに決まってるっしょ。頼もしいわね。海域踏破船クリサンセマム発進。聞こえますか？このミッションから私がナビゲートします。各種計器正常値、バイデンも異常ありませんね。さあ、いいですか？家に帰るまでがミッションですよ。ここでの初仕事、行ってらっしゃい。よし、行けつかないおっさんの声よりも100倍マシだね。
帰りなさい。今日もバッチリでしたね。何か？キャラバンにグレイプニル所属のゴッドイーターがいるってことはよくあることなのかって疑問に思ってさ。もしかしてその後ろの積み荷を守ってるとか？ここから先はグレイプニルの管轄エリアです。立ち入りは許可できません。ってことはやっぱりその積み荷はグレイプニルの依頼品ってところか。大丈夫か？あんた、名前は？グレイプニル第6機械化大隊特別輸送管理連隊所属、クレア・ビクトリアスです。俺はユーゴ・ペニー・ウォート。なんて呼んでくれてもいい。オーナーから聞いています。航路の開拓に力を貸してくれるとか。あなた方の働きに敬意を表します。ですが無用に歩き回ることは感心しませんね。我々は特別扱いをしません。お堅い子って与えられた仕事に取り組んでいるだけです。戦闘で一緒になった際はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうやら仲良くやれそうだな。よろしくな、クレア。
長に異変はありませんか、クレアさん。ええ、回避濃度も許容範囲内です。問題ありません。はい、回避濃度に調整されたら転職因子に固定しているといっても、無理に控えないでくださいね。お手柔らかにね。でもないんだ。ちょっと揺れに酔ったみたいで。荒神と戦う方がもっと辛いでしょ。僕はまだ戦えないけど、ほらこういうの拾ってくるくらいはできるから。
たちの力。時間ができるから、私もお役に立てたなら光栄ですね。ずいぶん待った割に始まってみれば思いのほかあっさりだ。今の俺たちのこの状況のことさ、前に話したこと覚えてるか？俺たちはあの牢獄でじっと耐えて、ついに外に出ることができた。で、ここで最初の問題発生だ。じゃあ外に出て俺たちがやるべきことは一体何だ？当たらずとも遠からずか。俺は
ずっと心に決めてたことがある。ここから先は実力の世界だ。とにかく稼いで自由を買い取るんだ。だな。そして俺たちの港を作るんだ。全員で助け合ってお互いの夢を支える、そんな港を。けどそのためには絶対にお前が必要だ。俺の夢に乗ってくれるか。よし、ガキどもに伝えてくるか。怯える必要なんて全然ないってな。今は嘘ってことになるかもしれねえけどよ、いつか本当にしまえばいい。これでお前共犯確定だからな。よろしく頼むぜ。
送信を開始。サポートは任せてください。この辺りか。はい、視認できますか。いた。クレア、待て。奴はエイジ、しかもかなりの手だれだ。お前は下がって支援を頼む。人気を捨てろ、早く。くそ。
奴は。ユーゴさん、聞こえますか？今の戦闘反応はどういうことです？ユーゴさん。目的を言え。貴様らの司令部と話をさせろ。オーナー、先ほどの戦闘の映像です。アクセルトリガー、まさか実用化されていたなんて。ユーゴさんからの通信、つなぎます。イルダ、これから対象に変わる。話があるそうだ。どうぞ。こちらはバラン所属のエイジ、コードネームルルダ。任務中に所属船とはぐれて帰還方法を失った。バランまでの輸送を頼みたい。随分手荒なご挨拶だったのね。その点についても謝罪する。だが危害を加える意図はない。どの口が言って。手加減はした。我々は他の方法を教えられていない。まずはあなたの言う素性が本当なのかバランに問い合わせるわ。少し時間をもらうけどいいわね？いいだろう。バランからの返答来ました。ルルというエイジは過去に遡っても存在していないとのことです。じゃああの人は一体誰なんです？エイミー、周辺の回帰濃度は？はい、0.008ppm です。制限時間は10分か。ハッチを開けて、私が直接話してくるわ。はい、ハッチを開けて。って、お前、ま、何してんだ？彼は私の船の乗組員よ。話してはもらえないかしら？言ったはずだ。私をバランへ。ルルという名前の英字は存在しないそうよ。あらゆる記録を検索して実際にバランにも問い合わせたわ。けれど帰ってきた答えは、ルルという人間は存在しない。そんなバカな。だって私はつい先ほどまで任務を。残念だけどあなたは。そうか。これってどうなってんだ。